先生さ、うん、生徒の葬式とか出たことあるの？がんなんだ。教え子はもう長く生きられない。赤鬼先生。俺のこと覚えてる？ゴルゴだが。赤鬼って何なの？おい、かけろ声。マジで怖かったからね。努力しても無理じゃん。報われないじゃん。努力してから言え。やってから言えよ。思い通りにいかないと踏ん張りが効かない性格なんだ。友くんが死んじゃう。今さら俺に何ができるってんだよな。あなたにしかできないことがあると思うよ。赤鬼が俺の最後の先生なんだよな。頑張れって先生。どうやったらいいんすかね。そんなの誰にも教わったことねえのに。どう頑張れって言うんだよ。どうにもできねえだろ。俺は分かったつもりで全然分かってなかったんだな。俺また野球やりたいな。あいつのこと見放したの先生じゃないですか。本当にすまなかった。気づいてやれなくて。あの子がやりたいことをやらせてあげたいんです。頼む。これは離れた絆を取り戻す感動の物語。泣いてるの？赤鬼は人前では泣かないよ。泣くな赤鬼。ありがとうな。俺の生徒になってくれね。Now, to accurately portray John Coffey, the convicted killer charged with brutally murdering two little girls in the emotionally charged The Green Mile, actor Michael Clark Duncan would recall childhood memories of his father abandoning him to help power him with the raw emotion he needed. Some of the heaviest scenes.